最初は身体障害が多かったんですけども、今はもう障害問わず知的であったり自閉の子どもたちであったりそれに関わらず全ての障害者の子どもたちを今受け入れてやっております。僕の場合はですね、そのままほっとくと亡くなってしまうとか重症なハンディキャップを起こすっていうようなお子さんだけを見てたんですね。今までのものの考えっていうのは、例えば脳腫瘍なんかは取っちゃえばそれで終わりとか、ハンディキャップあった場合はどっかに回すっていうふうになったんですけど、そうじゃなくてやっぱり最終的には社会の中に入っていく、ただポンと入っていくだけじゃなくてね、社会貢献ってやっぱり社会にプラスになる、そこまでいかないとやっぱりその治療が終わったとは言えないと。北海道タンポポの一番の大きな目的は親たちの思い込みの解除、親たちにはそのやっぱり十字架を背負ってたやつを外してやる、まあ、子どもたち自身はちっちゃいやつにしろ大きいやつにしろやっぱり前向きに生きようとしてるんですね。親がだから自分たちでこうやる気ないとか望みなくなってるから子どもに影響してる。だから脳死とか無脳症っていうのになるんだけど、そういうやつでない限り、ね、中枢神経の場合は能力があるんですね。だからそういうところをやっぱり解除した形のものをまず世間でするのにありませんでしたから、で今でもほとんどないですから。私自身が子供を連れてスーパーに行くっていうと、なんかやっぱりキーな目で見られる、障害があるっていうことでいろんな目線をすごい感じるので、私自身はずっとこうやって下向いて周りの人の目を見ないで過ごしてたんですよね。でそれがですね、みんなで行くと全くそういうことも気にならなくて、みんなで大笑いしながらいろんなことができて、私が明るくできたことが最大の子どもへのいい影響だったと思っています。これからやっぱりその地域で自分たちの力で子どもたちを社会に入れていくっていうやつ、地域に貢献するっていうことを通してやってくれると一番助かると思います。